田中久俊氏男は佐賀県佐賀市出身のプロ野球選手、コーチ。佐賀工業高校から東洋高圧大ムタを経て、投手として1955年に西鉄ライオンズへ入団。2年目の1956年に4月15日の近鉄戦ダブルヘッダー第2試合で初めて先発投手を任されるが、シーズン中盤には野手転向。 三年目の1957年には、河野秋信と一類種のレギュラーを争い、三類種や外野種としても起用され、同年は50試合に先発出場。1958年の巨人との日本シリーズでは、全7戦中5戦に先発出場するが、19打数、3安打と活躍できなかった。1960年には7試合に4番で起用されるなど、 打線の中軸に定着し、自己最多の15本塁打を放つ。1961年には主に3番、右翼手として打率。306.12本塁打を記録し、自身唯一のオールスターゲーム出場も果たす。中西太志が故障し、豊田康光がチームを離れた後の中心打者と目され、1963年の巨人との日本シリーズでは、第4戦で、 中村実から本塁打を放つ。1964年には二度目の規定打席に到達したが、1965年には故障もあって、調子を崩し、球団の経費節減策や、外国人中心の打線編成もあって、1966年に、船田和秀とのトレードで読売ジャイアンツへ移籍。ON 法に続く五番打者への定着が期待されたが、移籍後は、 故障がちになり、出場機会も少なくなる。1967年は、同年に、西鉄から移籍してきた、高倉照幸が、シーズン中盤に故障したこともあり、8月から左翼手や右翼手に起用されて41試合に先発出場。6日の三 k 戦で、通算1000試合出場を達成し、石岡や須蔵から本塁打を放つなど2打数にあんだ、1打点と活躍。 19日の中日戦では1から1の同点で迎えた9回裏の1死に、3塁の場面、国松明の代打に当日は当番のなかった金田正一を送るが、中日は金田を敬遠。満塁となった場面で打席に立った田中は、坂東栄治から、さよなら満塁本塁打を放つ。打率、九十一と好調を維持して、チームのリーグ三連覇に貢献し、九月には、 巨人の第33代4番打者として2試合に出場。同年の阪急との日本シリーズは第1戦のみの出場に終わった。1969年に柳名敏郎との交換トレードで西鉄へ復帰し、同年に現役を引退。引退後は西鉄、太平洋で1軍コーチ、2軍コーチ、1軍打撃コーチ、スカウト、ロッテで2軍コーチ、 スカウト、チーフスカウトを歴任。ロッテ時代は、大塚明、サブローの獲得に貢献し、対談後の2001年2月24日に、観光編の試し去、65歳没。金田は、打者としても強打者で、これまで7度の敬遠もあった高段者官、宇佐美哲也著日本プロ野球大六615ページ、内海が背負う、27の不思議な円住谷から受け継ぎ、 巨人からの遺跡組で4人目。パリーグインサイト。https コロンスラッシュスラッシュ,ッシュ,ッシュインサイト .officiel-pacicleague.com f スラッシュニューススラッシュ100912020年3月18日閲覧。ありがとうございます。